パパの好きそうなやつ見つけた。見つけたよ。ちょっと目飛び出そうで怖いけど。ダマシベリアだって。ダマシベリア。ダマシベリアに聞こえた。生シベリア、ここ日本ですよ。ここシベリアじゃないですよ。なんか生シベリアっていう地名がありそうだね。カタカナで生シベリアって書いてあるんですよ。ありそうだね。調べてみようか。ないやろ。わかんないよ。まあとりあえず進めて。羊羹と小柄クリームをスポンジ生地でサンドしました。新発売らしいです。美味しいのかな。美味しいのかな。え、でも絶対好きでしょパパそれ。いやわかんない、食べてみないとわかんないよ。多分この上のねサンドしてあるスポンジがなんかいい味出してそうな感じがするね。そんな感じですね。なんかカステラっぽいよね。確かに外見こんな感じ。美味しそうだね。はい、では食べましょう。また次回の動画で。食べないの。食べるよ。食べてきます。いただきます、はい、さっき調べたやつ、はい、あの地名は出てこなかったんだけど、シベリアがその見た目の通り、うん、小倉のあんこをカステラに挟んだ日本のお菓子なんだって。へえ、あ、シベリアっていうお菓子なんだ。そうそう、うん、名前がシベリアらしい。へえ、あのね、見た目がまんまシベリアなの。でもそれは生って書いてある、ね、生だって生って書いてある、ね、まあね、すっごい食べにくそうじゃない。どうしようこれ。手ではまず食べれないよね。食べれるかどうかやってみる。そうだね。いや外で買う人もいるだろうからさ。そうだね、うん、あ、一回に持てる。こうやってかぶりつけばいけそうだね。あ、で切れないの。多分切ろうとするとさ潰れるんだよほら。あー、そうか、クリームが上にあるから、うん、こうやって潰れちゃうの。あー、そう、そっか。だからフォーク外向きではないね。外向きではないね、内向きだね。あれだね、あの買った時にちゃんとあの、うん、フォークくださいって言わないとね。そうそうそう、うん、これフォークとナイフくださいって言われてね。、うん、外で食べる人はね。あ、じゃあ取ってこよう。うん、まだかなまだかな、怖いんだけどね。まだかなまだかな。なんかついてる。パパの手じゃない。手がついてる。では。食べていきましょう。どうですか。どうですか。意外と。あの羊羹甘いかなと思ったんだけど、そんなに甘くなかった。さっぱりした感じ。あ、そうだね。へえ、うん、いただきます。クリームがいい感じの味かもね。ではいただきます。いい感じでクリームと羊羹、この羊羹がね合ってる。多分ね、羊羹が甘すぎないって感じたのは、多分このクリームがその羊羹の味を中和したんだと思うよ。うん、そうなんだ。多分ね。うん、今これ生クリームだけちょっと食べてみたんだけど、多分羊羹と味を合わせてる感じ。これ羊羹とこの生クリーム、甘さがほとんどなんか近い感じがする。だから甘いんだけど、うんうん、羊羹とクリームがいい感じの関係になってると思うパパは。カステラさんどこ行ったの？カステラはね、なんかね。ふわっとして消えちゃうね。まあローソンで僕購入したんですけど、生シベリア実に美味しかったです。なんか結構美味しいって評判みたい。レビューがあるんだ。まあよかったらね食べてみてください。うん、うん、いつまでやるの。ではまたっていうまでやろうかな。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。